おはようございます。ガチで寝起きです。猫がね、朝起きたらめちゃくちゃ寄ってきて可愛いんすよ。ああ、俺見えなくなっちゃったよ。おはよう。猫ちゃんおはよう。ん？これはなんだ？これは、ゴキルするまで終われません。猫ちゃんからの指令が来たよ。やばいって。やばいって。何やってんの？ 何やってんの？やばいって。噛んじゃダメだって。ダメだってこれ。ぐちゃぐちゃになっちゃった。はい、のぼりです。今日はキックフライトで遊んでいきたいと思います。もしも前回の動画を見ていない人でも大丈夫。今から説明いたします。このゲームはですね、360度自由自在に仲間と飛び回れるアクションゲームとなっていて、空中で旋回ができたりアクロバティックな動きができます。アクロバティックなプレイをして仲間と一緒に戦っていくんですけど、やっぱりプレイヤースキルとか、あと仲間との連携がとても重要となっているゲームです。実は変わったとこがあるんですけど、皆さんわかりますか？ランクがね、S になりました。S まで行くと、ランク S から下がることがないから、まあ、自由に潜れるんですよ。前は B だったんだけど、まあ、裏でやってたんですよ。そしたら S になって、で、スクランブルっていうルールでずっとやってたんですけど、実はね、新しくルールが増えました。フラッグフライトと、ラピッドボールっていう、また違ったルールで遊べるようになったので、今日はね、ラピッドボール、やりたいなと思います。ラピッドボールのルールは、フィールド上にランダムに出現する緑のボールを集めて、相手のゲートを通ると、自分のチームのポイントになります。3分間でより多くの得点を稼いだチームが勝ちとなります。はい、間違えしました。ルールはラピッドボール。ステージはスパッチキャニオンで戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、僕が使ってるキャラクター、グレーンホークっていうんですけど、サポートに特化したキャラクターなので、まあ、できるだけ味方の近くでね、サポートできたらいいなと思います。よろしくお願いします。いくぞ。どうしよう、これ緑のボール集めて全然入れてもいいんだけど、最初なんか戦い戦闘とか起こるから、この人についていくか、目の前の。いや、でも5キルっていうと、普段、3キルとか2キルだからさ、なんか妥当なんだよね。 あんまね、キル取れなくて、なんか回復、あ、やべ、めっちゃ狙われてる。あ、でもね、あっち行ってくれたわ。あ、ゲートの方行ってるな。でも味方今ゲート開けてくれてるので一回取りましょう。これでインポイント追加。あ、え、何？味方7ポイント入れてくれた。 ナイス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 。じっとしてる。よしよし、これ、打ちまくれ打ちまくれ。 打ちまくれ。 ディスコ打ちまくれ。あー、マジで？なんで？あ、ガーディアンに攻撃されたのか。ガーディアンも攻撃してくるからな、まあ、近づきすぎるとって感じか。だから自分のガーディアンの近くで戦っとくと、あんまやられなかったりするんですよね。今ちょっと攻めすぎましたね。サポートキャラなのに、一人で突っ込んじゃったから。え、開けられてる。これ守らなきゃ。あ、もう入れられてるわ。やばい、いっぱい来てるな、敵。でもそんなに。やばい、やばい、やばい。やばいんだけど。これタンクだから硬いんだよな。硬いよ。あとちょっと。よし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 。タンクってキャラクターなんか、耐久値が高いから、俺のキャラクターちょっとスピードがあって、遠距離タイプでサポートタイプなんですけど、やばい、見失っちゃった、みんな。で、ボールさ、近づくまでね、マップに表示されないから、俺結構マップ見るんですよ、このゲーム。あ、ラピッドボールすげえなって。待って、でっかいの出た、でっかいの出た。でっかいのは10ポイントなの。1個で10ポイントだから、急に逆転される可能性はどれだ？相手がラピッドボール入手、どこ？どこ？どこ？あ、上だ、上だ、上だ。数字はね、出るんで。どれ？あ、この人。この人倒そう。この人倒そう。この人倒そう。10ポイントはまずい。10ポイントはまずい。10ポイントはまずい。OK、いける、いける、いける。倒したよ。あれ、どこだ？相手がラピッドボール。あ、待って、この人持ってんじゃん。
パスしたのか。パスなんてないけどな。やばい、入れられちゃう、やばい、くらえ。あ、それはずるい、そのガードはずるい。あれ、味方がね、うまいことね、とどめといてくれてるから。あれ、これか。あれ、ラピッドボールないぞ。ラピッドボールない。相手がラピッドボールでしょ、このことことこ。どこにあんの。あ、これか。いや、マジで入れられたくない。やった。間に合わなかったね、お相手さん。これ勝ったよ。上がった上がった上がった、31。ただね、キル数が大事。今いくら ?3 キルかー。やっぱ普段の俺だ。はい、ルーラー同様にラピッドボールですね。よろしくお願いします。で、5キルとなるとね、やっぱり、ボールを集めて入れに行く時間がちょっともったいないかなと思って。キルに走るとなるとね、動き回らないといけない。うわー、タンクがいる。タンクタイプが2人いるから、ちょっと厳しいな。緑のこと、ディアトリウスっていうの、僕前使ってたんですけど、怖い人。怖いね。怪物みたいな怖い人はね、体力が多いんですよ。で、これ忍者、カイト君。カイト君は、スピードも速いし、攻撃力もあるから、後ろを取らないと。ほら!よし、1キル!いや、このピンスはいい。いきなり1キル取った。え、待って、めちゃくちゃ来るじゃん。うちのガーディアンにめちゃくちゃ集結している。あ、ナイスナイスナイス。これ何?これ何?あ、ディアトリウスか。倒せないこれ。あー、入れられちゃった。高いな、やっぱ。全然倒せん。うわ、ディスク使えなくなった。やべ、全然倒せない。ヒリヒリ。あの、結構攻撃できてる。相手の邪魔はできてると思うんだよね。でもまだボール入れられてないから、結構痛い。地上八方に敵がいる。ナイスナイス。敵じゃなかったですね、味方ですね。助けてくれてましたね。危ない。このガーディアンを壊す。あ、マジか。あ、でもゴール開いた。あ、惜しかったな。ガーディアン開いてる最中に入れないとポイントになんないからさ。ディスするとちょっとね、ボールがなくなっちゃうのが嫌ですね。ちょっと集めとこう。集めてることに越したことはないからさ、結構集めとこう。お、やばい、待って、やばい。あ、後ろ取った。後ろ取ったら、こっちのもんよ。お、ダブルだ、取った。はい、オッケー。でっかいラピッドボール出現したけど、ちょっといいかな。今はいいかな。死にそうなんだよね。やばい。相手が取ってるラピッドボール。結構やばい。うれ。あ、やべ。何これ。あ、トラップ置いてあったのか。いや、回復しとけよかったな。俺の使ってる今のディスクの回復がね、味方も回復するから、できるだけ味方が食らってる時にしようかなと思ったんですけど。そんな悠長なこと言ってられなかった。やばい、やめて、うちのガーディアンを通らないで、やめて。準備が整った。オッケー、これでっかいね、ボール入れられてもね、まだ勝ってられるから。この人倒す。キルを稼ぐんだ。あれ、硬いな。キル稼げ。え、いったかな。結構倒したと思うんだよ今回。ちょっとキル優先でいったから、そんなにボール集められなかったんですけど。言ってたな。あ、7キルいった。やったお疲れ様でした。5キル達成して、無事に猫ちゃんからの指令をクリアできました。ありがとうございます。今日遊んだキックフライトね、ゲーム内で初のランキングイベントが開催されるんだって。もしも腕に自信がある人は参加してみてはいかがでしょうか。皆さんもぜひ、キックフライトを遊んでみてください。身近な友達と QR コードでフレンドになって、バトルに行くと豪華な商品がもらえるみたいです。ということで、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。